ちゃんワランです。はい、かたちです。よろしくお願いします。なんだろうね、なんだそれ、わかんないな。はい、ということでね、はい、あれがあれであれなんですよ。またあれ出ちゃった。前回ね、宣言した通りおコメント返しをね、月2にしましょうって。おいや、でね、ちょうど2週間経ったんです。経ったな。経ちましたんで、おいや、コメント返信していこうよ。おう、これでね、少しね、もう折れなくなるんじゃねえかな。そうだな、より多くのコメントにお答えしていければと。そうよりね、口もね、悪く、いや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 よりやからっぽさを出し、いや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 、ねねね、サービスしていこうと。サービスはい、ということでね、はい、やっていきますよと。まず最初のね、動画はね、ダンクの時から。ダンクの何よ。アイリーン。おーイエーイ。こいつがね、悪くはない、悪くはないって言いまくってさ、その時に来たコメント、はい、悪くはないですよね。うんうん、悪くない。ああ、はい、良くないってことですよね。これが卑屈だろ。そうこれが卑屈、これは卑屈。でもね、ちょっとこれ一つだけ言っていい、うん、画面で見た時の黒の洋服で、あの靴、うんうん、本当にね、意外といいんじゃねとは思った。あ、いいって。うん、意外と。ここで見た時はちょっとあれだったけど俺のセンスがないとか言うな。被害妄想。おーイエーイ。はーい、お二様ありがとうございます。ですね、おーイエー、次サプライズでね、プレゼント送ってもらったんだ。あー、これな、よかったね、嬉しかった。はーい、素敵、お手紙泣きながら音読しなくてよかったの。これね、いやね、本当はね、泣きながら音読してもいいなと思ってたんだけど、あのね、意外とね、個人情報があったんですよ。そうちょっとね、ちょっとね、おおみたいなことが結構あったんですよ、実は。そうな、はい、ちょっとこれはね、多く喋れないんですけど、本当嬉しすぎて俺あの全部取っちゃったからさなんでね、これはね、ちょっとね、音読したらちょっとプライベートが見えてしちゃうところがあったのでやめました。そうだね、今回は、はい、ただね、読んでるよってとこ見てもらいたかったんで、ね、そうだね、うん、はい、実際すっげえ嬉しかったですね。すっげえ嬉しいし、俺すっげえヘビロテだよ、あれね、マジで。今日も履いてるよ。あ、履いてるね、そういえば僕も勝手にピザの宅配しようかしら。あれ、これ返信したつもりだったけど返信ついてないな。ないね。どうしただろう。おう、あのね、やめてください。つうか、ほんとやめて、ほんとやめて。食べちゃうだろ。いっぱい食べちゃう。もう誰から来ようと食べちゃう。お金払っちゃう。お金なくなっちゃう。やばい、うん、やばいやばい。うちの運営ができなくなるんで。そうはい、ということでね、お二方ありがとうございます。はい、次 AK びっくりマンだね。びっくりマンっていろんなコラボしてるんですね。知らなかったので面白かったです、うん、ガムラツイストとかラーメンバーも復刻してほしいですね。マシコどっち派だった？ガムラツイストとラーメンバー。ラーメンバーかな。やっぱラーメンバーだよな。ーラーメンがさ、棒になってんの分かんねえだろ今の子たち。分かんないよな。これやろうぜ、あとでな。これさ、企画のネタになるな。なるな。今の子たちが分からないものを永遠しゃべり続けるっていう動画。あ、これありだな、面白そうだな。おや、うん、あー、これ面白いな。友達が乃木坂好きで毎日のように推しな子を見せてきて、日に日に乃木坂が気になってきてます。でも何かを夢中に好きになってる人の話ってすごい良いですよね。うん、これいいね。いいと思う。これいいコメントだね、とっても楽しいよ、やっぱりね、うん、物事を深く調べたりするじゃあいいよ、好きになったりすると。そう俺ね、それを哲学するって呼んでんだけど、うん、あのね、スニーカーでもアイドルでもおもちゃでも、うん、アニメでも哲学してみるとね、より好きになる。そうそれがね、面白くて。でもね、これをね、必要以上にね、人に話すとね、嫌われるぜあのね、ちょっとね、おじさんの話になっちゃうんだけど、音楽とかやっぱり深く知った方がいい。確かにね、深く知っていくと、例えばさ、何々ってアーティストが何々ってアーティスト好きだって、じゃあこれ聞いてみよう、じゃあこの人たちはこの人に影響を受けた、もうどんどん世界が広がっていく。まあね、うん、今さ、ほんとね、レンタルでも借りれるしさ、ね、ダウンロードもできるしさ、うん、いい世界ですから、ほんとにお手軽だからこそちょっと深くって感じだよね。そうほんと YouTube でさ、チラッと見てさ、うかっくいじゃん、いいけどいいけど
もう一歩踏み出してみると面白いかもしれませんよ。おじさん、おっさんはね。はい、以上です。ありがとうございます。はい、久しぶりに、ね、打順を組んだんですよ。ゆうきさんの打順、ね、ゆうきさんの打順、いや、ゆうきさんたちやばかったな、あれね、あれやばかった。でもなんかもうスター選手揃いって感じだったね。あれやばかった。あー、やっぱなんでお前田舎行った今。あー、あれな、あれな、あの都会人がカブス2階やだ。神奈川の山奥に住んでる俺とはちゃうわ。お前神奈川山奥っつったら他の人たちにディスられるぞ。うちらの地元さ、牛おるし、豚おるし、猿おるしな、猿おるし、蛇出るし、蛇出るしな。お前んちなんかまだいいよ、うちなんて山の中腹や。今開けてきたよ、だいぶ。なことない。これ面白い、メルシーさん、メルシーさんが返事くれたんだよ。あれ、このチーム俺のチームより強い、わら。いや、そんなことないからね。メルシーさんの時もやっぱ俺痛かったな。いっぱい痛かった。痛かった ね、痛かったけどさ、このモブ感ね、カドッチの。おや。この時の確かにね、お強いは強いけど、メルシーさんも最強強いし、うん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 、なんとも言えないよね、正直言うと。マシコさん B クラス、うちは B クラスだわ。老兵ばっかりだもん。大丈夫、渋いから。ですからタンドリーチキンが失敗したんです。これね、失敗だったんだってね。はい、ごめんなさい。明日食べに行くです。後悔しただろ。ごめんな、本当に本当ごめん。笑っちゃいけないけど、お前今の言い方ずるいよ。うちらの反応正しいんですよ、本当に。だからそう、楽しかったの。はい、本当申し訳ございません、ね、本当にこれはミスですね、完全に僕たちのね、次回ちゃんと調べましょうね。じゃあ次行きましょう。おや、あのゆうきさんがね、カドッチにスニーカーを紹介したやつですよ。おう、こんにちは、ジョーダン56、ぜひ履いてみてください。僕は27年前に最初にドハマりしたナイキのスニーカーです。おー、できれば OG がおすすめです。履き心地、デザイン、コーディネート性抜群。ただ難点はやっぱり値段ですかね。今も昔も変わらないですね。高いんだよな。高いんだな。俺もね、やっぱ欲しいんだよね。実はね、狙ってるエアジョーダン6あります、僕今。何よ。ゲーターレード。どんなやつ？緑とオレンジ。へえ。かっこいいんだよ。それで、お、10月だか11月だか発売なんだけど、結構先なんだけどね。6でも新色が出るの？出るよ、出るよ。そういうこと。うん、いくらでも出るよ。僕ね、そこまでね、OG にこだわりがないんですよ。おうおう、なんで別に好きな色。うん、だってブラックキャットはそうだよ、オリジナルじゃないよ。別に俺 OG にこだわりがあるように見えるか。うんうん、いや、新色出るのって聞いたからさ。ちょちょ、もうね、違うの。携帯と一緒で6が出て、うん、次7が出るわけでしょ。うん、そしたらもう6出ないもんだと思ってたから、俺。あー、そういうことか。車もそうじゃん、カローラの新型が出たら旧型出ないでしょ。はい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 。エアジョーダン6自体が1990何年の靴。 そこの6だと思ってた。そこじゃないんだね、はい、そうですそうですそうです。もうどん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 復刻されてます。一つまた勉強した。はい、おや、本当にね、無知ですね。ええええ、飴と無知。はい、ありがとうございます。カドッチ喧嘩強そう。俺喧嘩負けたことないよ。本当にしたことないでしょ。マジで無戦無敗だから。一回も負けてねえよ。おお。おお。仕切ったことないんだ。痛いの嫌いだもん。ありがとうございます。ありがとうございます。要するに強くないってことですね。おいえ。ですからのリベンジですね。ロッテリアで思い出したんですけど、マスタードと中濃ソースとニンニクペーストを混ぜたソースを使ってハンバーガーを作ったらすごく美味しかったです。関係なくてすいません。めっちゃうまそう。これダイエット終わった後のマシコ飯でやろうぜ。やるやるやる。ただ超時間かかると思うから、俺やるんだったらパンから作りたいのね。いいよ。うん、パンから作りたいから、おう、カドッチの予定空いた日教えて。了解。仕事帰りに来て、そんで。オッケー。うん、それで焼くだけの状態にしとくから。オッケーオッケー。やべ、超楽しみ。こういう情報お待ちしてます。これ嬉しかったの。どれどれ。ツナトマトのパスタの動画なんだけど、おうおう、前回のゆかりといい、うまそうだな。これ嬉しいね。マジ嬉しいね。前回の見てくれてるんだって。マシコさん実はどっちがおすすめ？俺はね、ゆかりの方が好きなの。確かにね、でも手軽さこっちの方が上な気がするんだよね。まあ雑にやって作ってうまいのは今回の。あ、そう、圧倒的これは。うん、いや嬉しいな。前回のゆかりなんかさ、回ってねえじゃん実際。見てくれてんだ、嬉しいな。ありがとうございます。ああ、なんだ。昨日の動画ですよ、もう。センターのセンターで愛を叫ぶ。
無駄動画。さすがに渋谷センター街の中心じゃなかったですね。わら。できるかよ。できるかよ。お前今軽い敗北宣言じゃねえか。じゃあやるか。やだ。やるか。そのうち。やるか。そのうち行くか。センター街のセンターを調べるか。調べるか。どうやって歩く。歩数数えながら。ゆきさん、ロケ頼みます。お願いします。まあ俺もね、センターって言ってセンターが浮かばなかったの、なぜか。あ、そうなんだ。うん、どうしてもセンター北、センター南が浮かんじゃって。お前の脳みそたまに特殊だよね。特殊。なんていうか、俺にとってさ、センター街の方がよく行くわ。どっちかって言ったらセンター南とセンター街。あー、センター街の方が行くわ。実はね、渋谷でやってみたい企画もあるから。おや、うん、一緒にやろっか。おや、うん、やりましょうやりましょう。いいよ、はい、頑張っていこう。決まっていこう。ありがとうございます。はい、イエイ。そしてラストですね。あ、もう今日の動画だ、今日の動画だって。いつ撮ったのかバレるな。日曜日だよ。おう、日曜日だよ。どうよ、久しぶりのソロ動画。よくよく考えてみたら、おう、俺ハンバーガー食ってんだよ。そうだ、食ってんのか。そう、でもあれ番外編みたいな。そう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 。あのね、一人でやるのって楽なんだけど、おや、面白くねえんだよ。撮るのは楽だし、撮ってること自体は面白いんだけど、うんうんうん、編集も楽なの、うん、全部が楽なんだけど、うん、え、これ面白くねえなーと思うの。あ、そう、うん、でもだからあえて企画じゃなくて紹介、うん、うんうんだね、うん、そう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 。ルナノンは加水分解しないからルナノンがいいってスニーカーフリーク独特の考え方です。マジでルナノン加水しないの。知らない。俺も知らなかった。へー、あー、加水しないのか。でもしなそうな雰囲気もあるよな。あ、そう、うん、加水分解なんて靴に興味を持ち始めて初めて聞いて、うん、ショックだな。ショックだよあれな、うん、マジでか。でもルナの加水分解しないんだったらもう、なおのこと俺アクロニウムのルナホースジッパーがついてるやつ、おうおうおう、あれ3足欲しかったな。おー、最高じゃん。いや、知らなかった。はい、ということで、ね、今回もね、はい、返していきましたけど、はい、また次半年後。いや、長いだろう、半年後は。半月、いつか半年長いだろう。半月後、はいよ。まあね、一品ぐらいにやりたいと思います。はい、はね、はい、ということで、はい、以上、セシオーバーランでした。またねー。